今日はですね、2月の琵琶湖、朝は3度、でも日中は13度ぐらいまで上がる暖かい日になるローライトで、2月、去年の3月、春もハマった釣り方、これね、リバイバルシャット4インチのボトストで、プリの手前の魚を狙ってみたいと思います。ということで、朝は寒いですけど昼間は暖かい、狙います。5回ぐらい横さばきでトン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 ってやる感じです。こんな感じ。で、必ず新芽、ウイド、何かを感じたら、感じた後に止めるっていうのが大事。その時にバイトをこう吸い込むような感じで降ってくることが多いんで、必ず止める。いいんじゃない？行くね。いいよ、でかい。来たよ。リバイバルシャット落とすと50アップ。しびれるな。2月冬リバイバルシャットボトスト来た。これね、新芽残りウイドに絡めてほぐしたら、ぐっ、冬のしびれる一発。2月琵琶湖リバイバルシャットボトストで釣れました。50ぐらい。いいね。冬に釣れる。価値ある一匹。リバイバルシャットの16分の1のジグヘッド、ボトスト。ボトムで残りウイド新芽に丁寧に絡めて、トントントン、クツッっていう感じで食ってきました。痺れる一発。イエイ。
ルシャットポトスト来ました。鼻パンいいね。2月でも釣れる。上顎がっつり。